ですバイオリン初心者が1ヶ月間毎日4時間ずつバイオリンを練習するチャレンジの3日目です本日は2021年の1月3日ただいまの時刻は16時8分ですはいこの時間にこの動画を撮ってるということはもちろん余裕を持って4時間ができたと4時間4分 今日は4時間4分やりました。多分過去最高に余裕を持って終えられたと思います。まあね、今日までね、普通にお休みなんで、4時間やれって言われたらね、まあ、できると。時間は、ね、いくらでもあるんで、できるんですけどね。っていうので、今日はまあ、早めにやりました。うん、理由はね、特にないです。まあ、なんとなく。まだ集中力が続いたので、あの一気にやっちゃおうと思って、夜には残さずに。 終わらせましたそうですね。明日以降が課題だと思ってます。今日までは正直、あの、なんだ、休みなんで、まあ、サービスタイムっちゃサービスタイムですよね。なので、明日以降、私は仕事が、明日が1月4日かな ?1 月4日月曜日から、私は仕事が始まるので、仕事がある日に4時間、 やれるかどうかっていうのが、ね、私みたいな社会人にとっては勝負になると思うんで、頑張りたいと思います。多分ね、朝早起きしないと絶対無理なんで、頑張ります。早起きね、最近全然できないんですよね、寒くて。起きてるけどね、ベッドでダラダラしちゃうんで、そこね、なんとかして、早く起きる。ゃベッドから寝る <laughs> っていうのさえできれば、時間的には多分足りるはずだと思ってます。ので、そこは。 甘えずに頑張ろうと思います以上ですまた明日お会いしましょうバイバイ